ここは洗面所なわけだね。お風呂があったり、トイレ、で、洗面。あ、歯磨き中、今。ほい、ということで、今回もやっていきたいと思います。じゃあ、早速、夢見の館へ。いらっしゃいませ。ラクゼーションサロン、夢見の館へようこそ、お越しくださいました。はい、ということで、今回は、木漏れ日村というところで、夜のお散歩をしていきたいと思います。あんまりね、こう、いっぱい村とか行きようんやけど、夜って、ね、そんなにないけんね。ちょっと楽しみにしていきたいと思います。いい夢見せて。ええ、お任せくださいな。では、夢をお取りするためにインターネットにおつなぎしますわね。はい、ということで、木漏れ日村に出発。はい、木漏れ日村に到着。いいね。あ、着替えがある。夢の世界へようこそ。あなたは今、木漏れ日という村の夢を見てらっしゃるのよ。現実の世界に戻りになりたいときは、もう一度こちらのベッドに横になってくださいましね。それでは、都の木漏れ日の世界をご堪能遊ばせ。あ、オーロラが出とる。いいね。オーロラが広がる中、夜のお散歩。素敵やん。お、うさぎな服。こっちは？アイスランドなセーター。じゃ、こっちの格好でいきますかね。こっちのセットを身につけさせていただきます。じゃ、これもこっち側でいいかな。じゃあ何かを、あ、シャボン玉か。なるほど。じゃーん。こんな感じでー。なんかこういうとこでね、てかこの季節にシャボン玉したら凍りそうな感じするけど、冬に外でシャボン玉したらどうなるん？割れるの？固まるの？いや、なんか春とかしかシャボン玉ってしたことない気がするけんさ、よくわからんねよね。お、いいね、いいね。ちょっとした木の橋みたいな感じなんかな、下は。綺麗。はい、それじゃ、一軒目の、あ、どうも、ユーリンさん、テントがあればどこへでも、キャンパーなんかな、この人は。お邪魔します。テントの中へ。旅人なんかもしれんね。え？あ、なに？出張お花屋さんみたいな感じ？え、めっちゃいいやん。なるほど、そういう感じなんや。なんか思っとった感じと違った。中に入ったら、きっとなんか、ね、なんか、寝袋があったりとか、そういうキャンプセットを想像したときにさ、へえ、なんか、町から町へ、こう何？このセットを持って、お花を売り歩いていきよる感じなんかな。ま、この季節やったらやっぱり、クリスマス系の？へえ、すげえな。いいね、旅するお花屋さん素敵。テントがあればどこへでも。素晴らしい。で、次は、またね、違う街に向かっていくのかもしれない。これはマリンスーツかな？オレンジマリンスーツ。この季節に飛び込んだらきっとお亡くなりになりそうな。本、ここに座って本を読んでねってことかな。はい、それじゃあ2軒目お邪魔します。いいね、オレンジの柄がついとった切り株。あ、ここは定食屋さんかな？ん？お店の人がいないよ、お店の人が。待って、私、イクラ丼ね。やっぱり海鮮の前に座るやつ。いや、だって美味しそうやもん。定食屋さんとか和食屋さんってめっちゃいいよね。もうほんといいよね。あー、もう美味しそうな匂いがしてくるもん。なんて言うんやろ、こういうの。幻覚じゃなく、幻球？嗅覚の球。はい、左側は、お、トイレか。トイレもすごいなんか、綺麗な感じよね。清潔感が漂っている。え、待つの？ここで待つの？トイレ待ち？なんか私いつもさ、トイレとかで思うんやけど、スーパーとかああいうところは結構広いけんいいんやけどさ、こう、一つだけしかないトイレ？なんかコンビニとかそういうので。あの、個室の目の前で待たれるのめっちゃ嫌じゃない？すごい嫌なんやけど。マット感と飛ばされるとかあるんかもしれんけどさ。ほい、それじゃあ、奥の部屋へ。
は食材が置いてある感じやね。ここで育ててるのか。素晴らしい。取れたて、取れたてピチピチのトウモロコシを使っているのね。てか、こんなにでかいんや。こんなでかかった？トウモロコシ、あ、置いたことないんかな、私。こんなななの、こんな感じなのね。すげえ。ほら、美味しいリンゴとかあるよ。ちゃんとね、美味しいやつを使ってくれているのね。なんか、何気にバットとかあるんやけど。ここの、あれかな？息子さんが使ってたりとかするんかな？もしかしたらこの定食屋のね、ご主人が、社会人野球とかしようかもしれんけど。はい、それじゃ右側へ。結構こう、普段働きより社会人の人、おじさんとかがさ、日曜日になったらなんかそう野球の格好をして出て生きるのとか見かけるけん、社会人野球しよる人、あ、やっぱおるんやなってめっちゃ思うもん。え、なんか足元に置かれてる。足元に置かれてるよ。これもう終わったやつとかそういうこと？あともう下げるだけみたいな感じなんかな。いやーいいね。あったまろう、あったまろう。え、あと寒いもんね。もう、私家にもさ、ストーブ出しとるよ。ストーブの前はね、基本的にちょっと猫が陣取っとるけど。え、でもいいよ。あったまるよ。ほい、そして、なんかこういう和の雰囲気の中にクリスマスツリー。いいね。はい、2階の部屋へ。お、2階は、個人的な部屋やね。ここの人、男の人？男の人ってことかな？今ね、まだ住人さんに会えてないんやけど、ここの。まあ、多分住んでるのは男の人だと思う。あ、でも熊ちゃんとか飾っとるね。どっちなんやろ。おしゃれな男の人かなっていう感じするんやけど、この手前のところかとかさ、男の人っぽくない？趣味は自転車。そして車の置物が置いてあったりとか、サーフボードがあったりとか、ね。この住人さんに会いたいな。外におるんかな。ほい、そして地下へ。お、地下はお風呂。ここは、洗濯機とか置いてあるし、あれか。自分家のってことかな。じゃ、手前の2階と地下は、多分、家なんやろうね。まあ、旅館ではなく、多分、普通に定食屋さんやと思うけん。なるほど。お客さんとか勝手に入ってきたりとかせんのかな。まあ、一応それは立て看板みたいなのしとくか。立ち入り禁止みたいな関係者以外。ほい、それじゃあ。さあ、お店のご主人は、一体どちらに、この辺りにおるかな。あ、おったおったおった。あ、男の子やね、やっぱり。え？男の子？カレンさん、この村を楽しんでいってね。いや、男の子だね。え、珍しくない名前。え、超絶珍しくない名前。男の子でしょ、今の。なるほど。カレンも、何？どっちにでも付けれる名前なんかな？わからん。アニメとかやったらあるんかもしれん。カレンくん。はい、そして、2軒目の家はこっちか。あ、これかな？あ、女の子。マリンスーツ至るところにあるね。糸吉さん、木漏れ日村へようこそ。どうもどうも。ちょっとお邪魔しますね。ここの村を作った人が糸さんやから、糸吉さんは村長さんかな？お、ここは喫茶店。いいね、いいね。喫茶店でこういうね、メイド服とかの、かわいい制服のある、バイト先っていいよね。いや、コンビニの制服別にって感じやもんね。はい、左側へ。お、左側は、何これ？厨房って思ったけど、こっち側はなんか、日常を感じる。みぞれちゃん！みぞれちゃんがいるの、この村には。そういうことなの？違う？雨天順延。え、そういうことなのかな？いや、いいね。みぞれちゃんのいる村いいね。え、いるんならちょっと話していきたいです、私。そしてマスターハニワたち。マスターハニワも欲しいなって思うんやけどな。あ、そしてちょっと、あれよね。
シチューもそろそろ食べたいなって思う時期になってきたよね。シチューよきよき。食べたいです。いや、冬はね、なんか寒いのは嫌なんやけど、食べ物めちゃくちゃ美味しいなって思う。夏よりも。うん。食欲の秋とかって言うけど、私は断然冬の食べ物の方が好きやな。お鍋とかおでんとか。はい、奥は、お、いいね、いいね。クリスマスや。プレゼントめっちゃあるやん、やば。超もらっとる、めっちゃいい子なんやね、糸吉さん。あ、ここがなんかあの、村長さんの部屋かな。村長さんの部屋は、なんかこう、イベントスペースになっとるらしくって。ってことで多分、この部屋はあの、季節ごとに、なんかその季節その季節に合った部屋に変わっていくんやと思うよね。いいね、そういうの。確かなんか村全体を変えていくってなったらあれやけど、イベントスペースってちゃんと決めとるのなんか、いい感じがする。よきよき。そしてなんかね、こう、至るところに写真が飾られてあるのも、住人への愛が。めちゃくちゃ愛が感じられる。よき。一回でいいけん、こういうシーンを見てみたいんやけど、でっかいクリスマスツリーの足元に大量のプレゼント。映画とかでしか見たことない。外国の映画とかでしか見たことない。日本なかなかそういうのないよね。しかもまあなんか、兄弟がめちゃくちゃ多いとかなら、そういう光景もあるんかもしれんけど、まあ、弟が一人おるだけやしないし。お、右側。何かしらで優勝してるのね。何かしらで優勝してるのね。ここの喫茶店のオーナーは素晴らしいやん。めっちゃ素晴らしいやん。そしてやっぱりあんだけプレゼントが大量に買えたりとかするぐらいやけん、めちゃくちゃお金持ちっぽい感じ。いやだってほら見てこれ、優雅すぎん？優雅なティータイムをここで。いいなぁ。絶対あれ働きよるメイドさんとかもお給料いいよ。ね。だってこういう、こんなお金持ちだったらね、絶対給料弾んでくれとるやろ。ケチケチしての自分たちはお金持ちみたいな感じはちょっと嫌やけど。ほい、そして2階へ。お、2階は寝室？一人暮らしなんかな？どうなんかな？もしかして娘さん？これが糸吉さんかな？これが糸吉さんかな？いや、かわいいな、部屋。ねえ、いいよね。いいな、なんか、女の子らしい部屋に住みたいよ、私も。すぐね、すぐこう、あ、引っ越してすぐぐらいとかは、めっちゃなんか、あー、綺麗って思うんやけど、そのうちちょっと生活感がめちゃくちゃ出てくるけんね。生活感がありつつも、可愛い女の子の部屋みたいなのが。いや、なんかよくさ、こう雑誌とか、ネットとかの特集でさ、なんか男子の理想の女の子の部屋みたいなの出るけど、正直、あれはね、私じゃなくても、あの、身の回りの女の子であんな部屋に住んどる子は見たことがないです。やけん、ただの理想なんやろうけど、そんな部屋に住んでる子います？みたいな。配置か。あ、でも一人暮らしとかになったらまた変わるんかな。なんかね、基本的に実家に住んどったりとかしたら、なんか荷物溢れ返っとるけど、一人暮らしってなったらその中からまたなんか厳選して、多分少ない荷物とかで行くと思うけん。そしたら多少なんか、ね、理想の部屋に近づくことはあるんかもしれん。これ何の鏡？別にこれセットとかないよね。なんかこの鏡、初めて見た。かわいい。何の鏡なんやろ。で、ここは洗面所なわけだね。お風呂があったり、トイレ、で、洗面、あ、歯磨き中、今。なるほどね。で、ここで、おめかし、おめかし。女子力。良きやね。ここは多分、糸吉さん家族で住んでるんだね。じゃないと一人暮らしにしてはめちゃくちゃ豪勢すぎた。豪勢すぎたので。あー、キャンプファイヤーいいね。
この辺に座って。ん？看板がある。キャンプ。ここはキャンプ場です。あ、ちゃんとね、これ近くに。そう、こういう感じで私もやりたかったんだよ、村を。そういう感じでやりたかったんだけど、公共事業の位置ね、もうほんと適当すぎたなって思う。はい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。いや、いいね。私自分の村でさ、オーロラ見たことないけん。すごいなって思う。そういうタイミングあったら絶対更新したいよね。